心に火をともす言葉4月6日こんにちは飛田浄です今日の心に火をともす言葉はこちらです途方もない大きなプライドをとんでもなくケチな人間が持っている途方もない大きなプライドをとんでもなくケチな人間が持っているこれはフランスの哲学者であり作家文学者歴史家である ボルルテールの言葉です歴史的にはイギリスの哲学者であるジョン・ロックなどとともに啓蒙主義を代表する人物とされますまたルニ,ディドロルニ・ディドロやジャンル・ロダンドラ,ラン・ベールジャンル・ロンダラン・ベールなどとともに百科全書派の学者の一人として活躍しました この言葉は、とんでもなくケチな人間ほど、途方もなく大きなプライドを持っているものだといったものです途方もない。途方もない大きなプライドを、とんでもなくケチな人間が持っている。考えてみると確かにそういうものかもしれません。自分も含めて凡人というものほど、不要なプライドを持っているものかもしれません。人生を生きていく上で、ある程度のプライドは必要なのかもしれません。 しかしそれが全部必要かというと決してそんなことはなく不要なプライドもたくさんあるのではないでしょうか。もう一度あなた自身のプライドは何かと考えてみて不必,不必要なものがあれば捨ててみてはいかがでしょうか。